皆さんこんにちは、なもちです。以前西条の動画で編集ソフトさんと喧嘩していた私ですが、少しだけ仲直りできたような感じなので、また改めて動画編集の速度アップできたらなと思ってるんですけど、どうでしょうっていう感じです。さて今回はまたまた時間差のある動画、夏に行った動画なんですが、道の駅へ行ってきたのでその時の動画をお送りします。西条バイパスを進んでいくと、やってまいりました、道の駅西条のんたの酒蔵さんです。入り口近づくと酒蔵の赤レンガの煙突が見えてきました。こちら道の駅西条さんは昨年7月にできたばっかり、かなり施設が充実していると伺っています。さあどこから回っていこう。とりあえず施設の中をぐるーっと回ってみたいと思います。あ、ここはカフェがありますね。あ、なんかおしゃれ。お水が美味しいので西条に来たら絶対コーヒー飲むんですけど、ちょっとこちらは要チェックですね。後で来よう。今お昼1時過ぎぐらいなんですけど、カフェはちょっとまあご飯の後にしようと思うので、ご飯を食べるところを探していこうと思います。この巻と書いてありますね。へえ、東広島オリジナルのこの焼き、なるほど。なんか裏から回ってきちゃったけど、屋外にはおこのんさんっていうお好み焼き、先ほどのお店と西条の有名洋食レストランビストロパパさん、ご当地バーガーののんたバーガーも提供されてます。でテイクアウト専門なので、テイクアウトしたらこちらのブースというか広場で皆さん食べているという感じですね。この日はかなりキッチンカーもあって、ご家族連れの方も多かったので席があまり空いてない印象でした。この広場の奥には多目的展示室、そして芝生広場の奥にワンワン広場、ドッグランみたいなものがありました。キッチンカーやお店のとってもいい匂いにお腹が空いてきました。それではメインの施設へ入っていこうと思います。入ってすぐ目の前に見えてきたのがレストランファミリアさんです。米粉を使ったおうどんや広島県産の牡蠣を使ったピザなどを扱われる地産地消にこだわられたレストランさんです。美味しそうと思ってメニューを顔見していた矢先、すっごいもの見つけました。やばー、はーい。この時は7月だったので、まだ酒祭りがあるって分かってなかったんですね。なのでできる限りやりますっていうこの感じの表記があって、うわーってテンションが上がりました。そこから以前の酒祭りの動画へつながるっていう感じなんですけど、こっちがまだ編集ができてなかったので前後してしまってごめんなさい。それではレストランに入っていこうと思います。店内広々でかなりゆったりできる感じです。実はこちらのフードコートカモスさんにも入ろうかと思ったんですけど、こちらも屋外テラスと同様満席だったので、また次の機会にしようと思います。それではメニューを見ていきましょう。ここの売りは何といってもお米うどんだと思います。であとは広島さんの牡蠣を使ったピザやプレートアラカルトですね。あとあまり映ってないけどお酒もあったりして、チョコレートドリンクも人気みたいです。目移りする。ちょっと広めのお席が空いたので席を移動させていただきました。注文もして待ってます。届きました、いらっしゃいませ。白ボタンの山田錦です。量が書いてなくて700円台だったので、ちょっと一杯にしては高め設定なのかなって思ってたんですけど、ミニボトルでやってきてくれました。ありがてえ。いただきます。うわー、おいしい。お米の味が立ってます。おいしい。うどんが届きました。暑かったので瀬戸内レモンと吟醸ハムの冷製うどんにしました。こちらがお米のうどんですね。
うん、すっごくもちもちしてて、小麦使ってないって言われても分かんないぐらいだと思います。そして吟醸ハム、うん、こちらも酒粕に漬け込んである吟醸ハムです。美味しい。こちらのお米うどんなんですが、東広島産のお米恋の予感を使ったオリジナルのお米うどんになっているそうです。米粉パンとか、あの弾力があるお米弾力があるお米っていう言い方が合ってるかわからないんですけど、本当にもちもちシコシコしていて美味しかったですね。もう本当にこれはリピートだなって感じでした。お酒ともめちゃくちゃ合うんですよね。これがもうだってお米からできてるもん全部レモンも効いててとってもさっぱりといただけました。はい、続きましてはこちらしらすにネギッチョというちょっと変わったピザを頼んでみました。本当はかけが乗ったピザ頼みたかったんですけど、ちょっと売り切れっていうことだったので、このネギがたっぷり乗ったピザを頼んでみました。釜揚げしらすが乗って、サムライネギ、モッツァレラ、ガーリックオイルソースでいただくピザになってます。私ネギ結構好きなのでテンション上がってます。実食、うん、とってもシンプルでピザ生地も美味しいし、ネギも辛くないんですね。しらすのしょっぱさとモッツァレラのしょっぱさと、とっても美味しいおつまみになりました美味しかったです。さあ、素敵なおつまみが手に入ったところで食べ進めてまいります。本当にね、ツルツルで美味しかったです。この麺、お酒が進んじゃって進んじゃってね、美味しそうに飲む外がね、ちょっとしたお庭みたいになってたので、そこを見ながら優雅なひとときを過ごしました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。さあ、それでは道の駅メインの直売所へ向かおうと思います。こちらの通り道に子ども広場が併設されています。1時間ごとに予約制だと思うんですが、こんな感じで子どもさんが遊べる広場がありました。それでは直売所へ参りましょう。こちらは東広島市を中心としたものをたくさん揃えられている直売所になります。見たことがあるようなおなじみのものから見たことないものまで。あ、これは西条のくぐりもんコーヒーの粉でした。ここでもあるんだ。で、広島名産レモンの調味料だとか、あとはジビエ系のもの、お肉だったりとか、お魚はあまりなかったんですけど、酒粕アイス、あとこのケーキ缶美味しそうでした。あとこのたまに目にする酒粕かりんと、いろんな酒造さんのメーカーの風味がついてる、これは白ボタンの酒粕かりんとみたいなのがあって、これをちょっとお土産にしました。道の駅なのでもちろん地元のお野菜も売ってたりとかするんですが、もう西条なんでメインといえばこちらですね。ドドンとこちらの2つの棚いっぱいに並んだ西条のお酒、これ全部広島のお酒になってます。すごい。上はミニボトルがあったりとか、梅酒もあったりとか、なんかラインナップが素晴らしいですね。大吟醸もあったりとか、あと市場価格、あの大体そんな分かるものではないんですけど、私も安いんじゃないかなって思います。だってお酒だよあ、桜吹雪、これちょっと飲んでみたかったのでこれも買って帰ろうと思います。安いし楽しいし、道の駅って本当に魅力的ですよね。そんな道の駅西条の魅力をお伝えしている途中ではありますが、ここで素敵なクーポンのお知らせですって言ってPR とかじゃないんですけど、実はこちらの広島の酒クーポンっていうのが、今広島県の全国旅行支援割広島じゃ割に付随してついてきます。これは大人の方1名様あたり2000円分渡していただけます。
そしてなんでこののんたの酒蔵を紹介していたかというと、こちらも対象施設なんです。おそらく酒蔵さんを救済するためのクーポンだと思うんですが、お酒しか使うことができませんが、一人に1000円お酒を買えるっていうのはかなり大きいのではないかなと思います。先ほどのミニボトルだと1本500円あたり相場だったので、4本買えるっていうことですよね。もうそれだけでもとっても楽しめるクーポンなのではないかなと思います。宿泊施設が限られていて、クーポンがなくなり次第終了ではありますので、ぜひぜひ皆さんこちらのクーポンチェックしてみてください。おすすめです。その他の道の駅の施設紹介していきます。直売所の奥に山崎のコンビニがあったりだとか、こちらは24時間利用可能なトイレ等です。こちらもオストメイトがあったり、ベビーシート、ベビートイレ、女性はパウダーコーナーがあるようなすごく綺麗で整っているトイレがありました。そしてこちらがかなり珍しいと話題になりましたね。24時間利用可能なコインシャワーです。失礼します。女性と男性で分けられてますね。ちょっと女性の方入ってみようと思います。失礼します。じゃん、え、めっちゃ綺麗。十分ですね。1回200円、こんな感じで洗面台も整ってるし、広い広しててすごく安心して入れるシャワールームですね。これが道の駅に併設されているっていうのがすごいなって思いました。電子レンジとポットもあります。これで深夜にたとえここに寄ったとしても大丈夫ですね。ちなみにこちらのシャワーブースの外にはレンジでチンするタイプの自販機もありました。お好み焼きとかあってとても美味しそうでした。そしてこちらバリアフリーのシャワールームもありました。素晴らしい。広々していてこちらも200円ですね。施設が本当に充実してます。そしてたくさんの方を対象にされているのが本当に伝わりますね。みんなに優しい施設です。一通り道の駅の施設をご紹介できたと思いますので、こちらのステラリューコーヒーさんにお邪魔しようと思います。こちら空港にもあるカフェだと思います。いちごスムージーとアイスコーヒーを頼みました。美味しそうだな。はい、こちらがいちごスムージーです。わーい。いちごフラッペはちょっと売り切れだったんですけど、いちごスムージーを飲みました。すごくいちごが濃くって美味しかったです。さて、本来はここでゆっくりまったり過ごしたいところなんですけれども、時間がかなり押していて、アイスコーヒーを片手に次の場所へと向かっています。5時にそこが閉まっちゃうので、今3時なんですけど、急げって言われて急いでいるところです。こんな感じでバタバタになりましたが、本日の動画いかがだったでしょうか。もう本当にこんな感じで、ね、ドタバタ劇を毎回お送りしておりますが、また次回の動画もどの動画になるかな、本当に私の気分で作っているため申し訳ないですが、西条のね酒祭りも本当にごめんなさい。待ってていただけたらと思います。今年度もどうぞよろしくお願いします。マイペースに頑張っていこうと思います。それでは次回の動画まで、またね。